皆さんこんにちは、牧之介です。今回は牧之介流スピン入門第2弾ということで、バッククロスからのスピンのエントリーについてご紹介しようと思います。以前に両足スピン、片足でのスピンのエントリーについてご紹介している動画を作成していますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。前提条件として、左足を軸とした左回り、反時計回りのスタンドスピンのエントリーについてご紹介していきます。では早速バッククロスからのスピンエントリーをチェックしていきましょう。では今のエントリーをもう一度スローで確認していきたいと思います。それではここからバッククロスからのスピンのエントリーについてゆっくり確認しながら解説していこうと思います。まずはバッククロスでしっかり勢いをつけます。右のバックインのエッジに乗ったまま上半身をしっかり右にひねっていきます。この上半身のひねりがスピンの勢いにつながっていきます。上半身を右にしっかりひねったままバッククロスのトレースよりも内側に左フォアアウトで踏み出します。この時左肩はしっかり体の前で止めましょう。左膝をゆっくり深く曲げて左フォアアウトのカーブを徐々に深く倒していくと、右足が追いついていき回転が始まっていきます。回転が始まり、立ち上がるタイミングで上半身のひねりを戻します。バッククロスからのスピンのエントリーで重要なポイントは2つあると思っています。1つ目は、上半身をしっかりと右にひねったままスピンのエントリーに入ることです。回転が始まって立ち上がるタイミングでひねり戻すことで、この勢いを借りてスピンに勢いをつけることができると思います。スピンはコマと一緒で、回転するスピードが速い方が軸が安定して回りやすくなります。ポイントの2つ目は、左のフォアアウトを踏み出す方向です。上半身を右にひねったまま左のフォアアウトに踏み出すためには、バッククロスで描いた円のトレースから出ないように踏み出すことが、バッククロスで描いた円の内側に入る、もしくは円をなぞるように入るつもりで左のフォアアウトを踏み出してみてください。もしもバッククロスで描いた円のトレースの外側に左のフォアアウトを踏み出してしまっている場合には、左肩が開いてしまって上半身のひねりがほどけてしまっているということが考えられます。このような場合には、バッククロスのスピードや上半身をひねり戻す勢いを借りることができずに、勢いのないスピンになってしまいます。左右の肩の高さを揃えてしっかりと右にひねります。この時に左肩が先に回らないように、しっかりと体の前で止めたまま左のフォアアウトに踏み出せるように、バッククロスで描いた円のトレースをなぞるように踏み出してみてください。実際にプログラムにスピンを組み込む場合には、演技の流れを止めないようにスピンに入ることが大事になってくると思います。バッククロスからのスピンのエントリーでは、バッククロスの勢いを借りてスピンに入ることができるということに加えて、スピンに入る前にバッククロスをしながら呼吸を整えて、スピンに入る心の準備ができるということも
メリットの一つかなと思います。実際に僕もプログラムではバッククロスからスピンに入ることが多いんですけれども、バッククロスをしている間に息を吐いて力を抜いてスピンに入るように心がけています。はい、今日はスピンの入り方の中でもバッククロスからのエントリーについてご紹介してみました。いかがだったでしょうか。何か一つでも皆様の中で参考になるポイントがありますととっても嬉しく思います。それでは本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメント残していっていただけるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。牧之介でした。ありがとうございました。